ハロー、タチャハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第43回配信を撮っていきたいと思います。東方風のお辞儀エモートですね。さあ、始める前にしばらくコアラくん乗せてたし、どの子がいいかな。これ結局食べ物か。じゃあ天狗人形さんでも。あ、待って、説明。ミニオン習得、天狗を模した人形、天狗の仕業じゃん。はい、使う。もうミニオンですと。天狗人形、天狗を模した人形、ただの人形のはずなのに生き生きと動くのは天狗の仕業に違いない。さらに言えば、マテリアーナが5つ空いた極上の武具を入手したはずなのに、いつの間にか天狗人形にすり替わっていたのも天狗の仕業に違いない。全て天狗の仕業ですね。もうポストが赤いのも空が青いのも天狗の仕業です。天狗の仕業じゃ。なるほど、出していこう。あ、浮いている。撫でる。結構リアクションがある。ほほ、餌をあげる。よし、今日はこの天狗くんと一緒に、天狗人形くんと一緒に頑張っていこうな。そしてですね、これ今現状クガネのウルダハ召喚前にいるんですが、私はあのこのエーテライド飛んできて、あの一直線にここに入ってったら何にもない、こっちにあるっていうね。さあ、商人さん、いらっしゃい。シャンメイさん、本日はどういったご用件でしょうか。この戦記とこの目録、覚えは。火色の戦記に積み荷の目録ですか。海賊衆に拿捕されたという九段の船が我が紹介のものかを確認されたいのですね。あいにく私は商取引の担当で分かりかねます。商船については仕入れ担当の手代キキモが詳しいでしょう。今は第一波止場に出ていますから、彼女にお尋ねください。第一波止場、意外とちょっと聞いて帰るっていう感じじゃないのか。もうちょっといろいろあるのね。聞きます。はい。おや、あなたは噂のシャンメ様では。なるほど、海賊衆に拿捕された船の正体を確認したいと。ではお持ちいただいた戦記と目録を確認してみましょう。暗記してるってこと？そんな以前の取引だよ。そちらの予想通り、普段の船は我が紹介とは無関係です。確か紅玉海の海賊衆に拿捕されているのでしたね。先方には船乗りの処遇はお好きなようにとお伝えください。それにしても惜しいですね。確認に来たのが客人であるあなたでなければ、拿捕された船は我が紹介のものと偽って積み荷をまるっといただくところでしたのに。この目録を見る限り、商材としてなかなかの品が揃っています。彼らが求める個別船を支払ってもお釣りが来るほどですから、仕入れ担当としては複雑な心境ですよ。結構商売人ですな。もしも先方が押収した積み荷の売り先をお探しでしたら、ぜひとも私にお声掛けをと伝えておいてくださいね。なるほど、なかなか面白い人ですね。それにしても海賊にまで顔が利くとはさすがです。今後ともごひいきに。なかなかいい性格をされてますね。じゃああとは戻りますか。無料先にしてあるんだよね、この頃最新のところね。じゃあ、おのころ島で報告をしたら、もう船がないから、
次に行けますかね、メインクエスト。上だっけ、いや、ここだった気がする。そうそうそう、スズメさんセリフ違う。シャーメイ殿、無事だったかい。わざわざクガネまで使いを頼んじまってすまないね。ちゃんとセリフ違った、嬉しい。シャーメイ殿、戻ったか。手間をかけたな。ひとまず託した品々を引き取るとしよう。じゃあ戦記と目録渡す。やはり連中の話は大ホラじゃったか。しかもキキモという手代が積み荷に興味を示していたと。なんとここまで話がうまく転がるとは。親分の狙い通り大物が餌に食いつきましたね。ああ、今回の件を依頼した甲斐があったというものじゃ。シャンメイ殿、改めて協力を依頼したい。どうか沈みゆく我ら海賊衆に力を貸してほしい。これは続きがあるぞ。待って、いいじゃん。続きがあるぞ、これ。レベル62クエスト、感情型の新天地。筋買取での月影は新たな交渉にこぎ出したいようです。シャンメ殿、力添えに感謝する。東アルデナド商会のキキモ殿に正式に取引を申し込むゆえ、そのつなぎを引き続き任せたいんじゃ。いかんせん、我ら海賊衆は、クガネに出入りできんのでな。あ、そうか。まずは取引にあたって文をしたためるゆえ、階段上の勘定型の詰め所までご同行願いたい。じゃあ私は商材の用意を進めとくかね。シャンメイ殿、なんだか手間をかけるが、私からもよろしく頼むよ。うん、どうしようかな。メインも進めたいな。まあ、とりあえずこれきりのいいとこまでやりたいかな。感情型の詰め所なんてあったっけ。あ、ここが入れないとこだね。ご足労を願ってすまないな。取引の諸条件を文に記しておいた。これを東アルテナド商会のキキモ殿に届けてくれ。はい。仮に先方が追加条件を提示してきたとしても、我ら海賊衆は最大限に応じるつもりじゃ。取引が実現するようどうか取りなしてくれよ。フェアトレードができるように祈っておるぞ。よし、じゃあとりあえず東アルテナド商会までワープです。さて、やってまいりました。クガネの第一波止場ですね。キキモさん、話しかけていこう。シャンメイ様、またお越しいただいたということは、良い知らせを期待してもよろしいのでしょうか。書状があります。こうも早く話が進むとは。シャンメイ様、素晴らしい取引をご紹介いただきありがとうございます。海賊衆との取引はもちろん大歓迎です。月影様から提示していただいた条件も十分です。このままの形で取引を行うことを確約いたしましょう。さらにもう一つ提案があります。今回の商品に加えて依頼する品を揃えていただければ、買取額を増額させていただきましょう。必要なのは主に工業界で産する贅沢品です。帝国の海洋進出に伴い海の治安が悪化した影響で仕入れが難しくなり困っているのですよ。なるほど。どうかお渡しした契約書を月影様にお届けください。へい。なかなかキキモさんはいい性格をしてますね。あとね、商売人としてのね、判断が早いところもいいね。
いや、熟考して持ち帰るっていうのもありなんだけどね。こういうのはね、早い方がいいんだよね。やっぱり。よし、じゃあもう提示された条件を飲んでくれるプラスアルファがあるよということで、スズメさん、よかったぜ。シャメイ殿、お帰りなさい。東アルデナード商会の手応えはどうだった？本作さん、シャメイ、親分と会ってくれてありがとうよ。おかげで俺まで褒美をもらっちまった。あ、最初に紹介してくれた人だね。じゃあ月影さん、シャメ殿、戻られたか。それでキキモ殿から良い回答は得られたか。これでも続きがあるな。契約書を渡しますよ。なんと言い出で買い取ってくれる上に新たな取引まで。これで当面の財政難は回避できそうじゃ。シャンメイ殿、大役を見事に果たしていただいた。心から感謝する。契約書に記されているのは万年亀の甲羅に黄玉紅真珠、それから飛びザメのヒレじゃな。どれもクガネでは入手が困難な高級品ばかり。さすがはエオルゼア随一の紹介だけのことはある。目の付けどころが違うね。それじゃあ早速俺が一っ走りして依頼の品々を調達してきますよ、親分。反作の申し出はありがたいが、手分けした方が早かろう。万年神の甲羅はわしが、スズメはこれ大玉大玉大玉紅真珠を、反作は飛び亀のヒレをの調達を頼む。合点承知。飛び亀のヒレなら沖の岩の海岸ですね。早速行ってきます。ああ、調達数も確認せずに飛び出していっちまった。まったく相変わらず抜けてるやつだな。ありゃ反作じゃなくて抜け作だ。そう言ってやるな、スズメよ。やつは前の船でひどい目に遭い、必死で逃げ出してきた身。ようやく巡り合った仲間に認められたくて必死なんじゃ。海賊州にいる連中なんてみんなそんなもんでは。私だって今は海賊州が家族です。大方昔の仲間のとの思わず再会に動揺して、いつも以上にやる気が空回っておるんじゃろう。え、親分、それは反作が東アルテナード商会を語っていたあのゴロキツキどもの仲間だったってことですか？ああ、反作は隠そうとしているようじゃがな。やつはシャンメイ殿を案内しなかったのではない。できなかったんじゃ。捨てた仲間と顔を合わせればろくなことはない。連中は個別船の支払いを拒んだゆえ、樽詰めして海に放り込んだ。だが生き延びて報復にやってくる恐れはあるからな。反作がゲスなコロツキどもの仲間だったなんて。スズメ、どうかしたのか。顔色が悪いぞ。いや、何でもありません、親分。ゴロツキどもの悪行に胸くそ悪くなっただけです。そろそろ私も大玉紅真珠を調達しに行きます。スズメはどうしたんじゃ。ゴロツキどもはもう海に流したことだし、反作は過去を捨て今や海賊種の仲間じゃ。というわけで飛び出した反作の助太刀が必要じゃ。シャンメイ殿、お願いできるか。後先考えず危険に飛び込む反作を見守りつつ、沖の岩の南東の海岸で飛びザメのヒレを一つ入手してくれ。ではわしも依頼の品を調達に出るとする。スズメさん、きっと過去になんか嫌な目に遭ってるんだろうね。もしくは本人じゃなくて家族をなんか殺
殺されたとかそういうやつか。どこだ、あの先か、遠いな。これもうちょっとあのクエやりつつここに向かってみようか。というわけでとりあえず現地までワープです。さてサンゴ台の西側ですかな、東側だった東側ですかな。バートルになりますね。ハンサクさん大丈夫ですか。飛びザメ、もうちょいこっち来て。ジョーズって技があるよね。ありがとうよ。でもどうしてここに。月影さんに頼まれまして。なるほど、親分が話途中で飛び出しちまうなんて、やっぱ俺ってダメだな。頑張ったっていつもうまくいかない。でも依頼の品はあんたが揃えてくれたんだろ。だったら急いで親分に届けようぜ。俺は先に戻ってよな。どうしようか。そばだしさ、一回ちょっと進んどく？多分行き先はね、あの洞窟があるんだけどさ、ここの、あそこの明かりのところ。ここなんだよね。多分この先では。ちょっと待って、ちょっと待って。ここじゃないのか。あれなんか洞窟から行くみたいなこと言ってなかったっけ。そっか、この洞窟特に進み先ではなかった。ということでいい。あ、ここから行くのかと思ってた。え、じゃあ泳いでくってことかな。どうしようか。ちょっと進んでみる。とはいえ、ここの南から泳ぐ感じかな。え？船とか出ないんですか？甘やかしてはならんってことか。その前に上陸できそうなポイントがあるのか。こっち方面だよね。こっちで合ってる。あ、変な風に開いた。とりあえずこっち。でも海岸がある。海岸があるが、エーテライトのマークは地図上にあるけど完全にない。見渡す限り。こっちが目的地。はいはいはい。で目的地はこっち。早く飛べるようにならないかな。ここは別光島と。
さっきのはオノコロ島。これがオノコロ島。別光島。エイジライト。まあ、って開ける前に、行ってくるか、目的地へ。これ、もうちょっと行くとね。みんなどこにいるんだ？あ、見えた。リセさん、青コーラと紅コーラか。そういえばソロ版もそんな話をしていたような。というわけでね、せっかくたどり着いたけど、ちょっと今回ここまでにしようかなと思います。第43回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はこのメインクエスト、アイリスエさんに話しかけるところからスタートしたいと思います。では失礼します。